九州は一つ。一年中日本国内外からの観光客でにぎわう島沖縄。内田は沖縄に住み着いて40年になる。オープンして非常にその多くの観光客を沖縄に呼ぶということの原動力になったのは確かでありますから、観光立県に寄与するっていうだけじゃなくて、やっぱり自然保護とか環境教育とかね、そういうことに大いに頑張っていかなきゃいけないなと思っています。匠の蔵。水族館ほど近くの港から沖に向かった。会場の生けすでもある生物を飼育しているのだ。この生けすには何が？ジンベエが2つ入ってます。ジンベエ、本当に影は見えますね。ほら来た。結構でかいでしょ。大きい。毎日2回の餌やり。水族館以外でもジンベエザメの体調管理が行われている。ゴミを飲んじゃったりすると困るから、そういうのをきれいにね、掃除しなきゃならない。こうやって毎日毎日、はい、本当愛情をかけて育てているんですね。そうですね。こういうやっぱり地道なご苦労っていうのがあってこその水族館ですね。ですから今展示しているのは、何か病気になって死んじゃった場合にはね、これをまたすぐ運んでね、ちゃんと見せられるようにしなきゃならないですから。内田は美しい海、美ら海を守り続けることも水族館の役目だと考える。いや、やっぱり母なる海ですよ。字の通りでね。